はいえ今回もオリンピックの森会長の話ですけども、ボランティアのやる気がなくなったっていう気持ちはね、もう最もだと思うんですよ。いや、むしろね、こういった人が、まあ、管轄している、このオリンピックなんてのに、ボランティアで参加するっていうことになると、これはね、やっぱり、うん、なんか、その人の、 考え方も疑われちゃいますよね。あんな森会長に協力するのをしかも無給でみたいな感じでね、思われちゃうし、自分でも思っちゃいますよね。全くこういう人に協力する気がなくなっちゃうと。しかもこの女性別視をしといて、悪びれる様子もなくね、何が悪いんだぐらいのことの、まあなんかね、よくわかんない謝罪会見だったですよね。謝罪の謝の字もないような、そんなね、いい加減なものでした。まあこういう人がね、本当に世の中にいるってことが、我々の不幸ですよ。 こういうふうな思考回路の人が財務大臣とかやってるわけなんですよね。何と言いますかね、二階幹事長でしょそれから麻生財務大臣でしょそれからこの森いい吉郎会長ですかなんか三アクトリオというかね、日本のこの文化芸術スポーツ、 経済、全部をね、ストップしている、なんか、3割コンビみたいに <laughs>、私は思えてくるんですけどね。いや、でもね、これ、ボランティアやる気なくなったって気持ちはわかるな。それから、女性の支持を完全に失うんじゃないかなと思いますし、これほどね、もう、ジェンダーフリーとか、女性差別なくそうとかね、人々の一人一人の権利を大事にしようっていう中で、注目の、世界注目のオリンピックがこのありさまで、しかもこれ、記者会見の模様が同時通訳で世界中に、 もう通信されてるわけですからね。そりゃね、あんなとこ、あんな国に行ったらひどい目に遭うぞっていうふうに女性アスリートなんてのはボイコットされるんじゃないかなと思うんですよ。ちょっと記事読んでみましょうか。 東京オリンピックパラリンピックの森会長による女性別視発言が波紋を広げている。うん。大会ボランティアに応募していた人の中からは、事態を申し出るという声が相次いでいるほか、開催都市の東京都には抗議の電話が殺到している。まあ私も抗議の電話をした人間の一人ですけどもね。これに黙っていちゃダメでしょう。いや本当にね、男女、同権女性の権利をもっともっとね、えー、認めていきましょうっていうふうに思うんだったら、この発言はね、 あの、感化できないですよね。しかもこれ、もともと総理大臣やってた人ですよ。もうね、総理大臣剥奪しないと。余計なところに出てくんないよ、もうこの人。本当にね、いい加減なことばっかりしてね、とんでもない人だなと思いますよ。いや、本当に今参っちゃいますよね。<laughs> もうまともな人いないのかな、自民党はと思っちゃいますけどね。はい、先日もボランティアの講習を受けたばかりだが、さすがにやる気がなくなった。 埼玉県に住む男性54歳は、地元に貢献したいと大会ボランティアに応募し、県内の会場近くの駅で、来客案内の業務に関わることが決まっていた。しかし、今回の発言を受け、ボランティアを辞退すると。うん。森会長の発言を撤回する記者も、記者会見を見たが、考えが変わったようには思えなかった。自分以外に責任を転嫁しているように感じたと話す。その通りですね。うん。なんかね、誤解を与える発言とか言ってましたけど、誤解は誰もしてません。 言葉の通りに受け取るだけです。しかも、森会長は完全な女性別詞ですからね、この人はね。あの、女性別詞どころか、人種差別をする人なんですよ、この人は。うん、だから、ね、こういう人がね、国の代表になっていたっていう、そういうふうな日本の歴史としては汚点ですよね。まあ人類にこういう人がいたってだけでもちょっとね、汚点ですけどもね。この、森さん、まだ奥さんね、いらっしゃると思うんですけども、奥さん何も感じてないですかね、こういう人と一緒に暮らしてきて。 なんか気の毒なような気もしますね。その奥さんが。それから、あの、お子さんとかね。お孫さんもいらっしゃると思いますけども、本当一族全員こんな人なんでしょうかね。いや、さすがに、お父さん、んこんなこと言わないでよ、って。学校で恥ずかしいじゃないの、とかね。職場で偉い目に遭うよ、とかね。いや、本当にね、いじめの対象になりますよ。この、お父さん、おじいちゃんがいるおかげで。いじめがなくならない構図ってのは、この森会長がいるからじゃないかな、っていうところまで話が広がっちゃいましたけども。 えー、ボランティアを辞退するという声はツイッター上にも続々と上がっていると。福島市の NPO 法人、美島スポーツルーターズの斎藤美智子さん56歳もボランティアの一人だが、時代錯誤の発言をするような人がトップにいるような状況は日本が取り残されているようで悲しい。わかります。女性問題でこんな発言をして、えー、 しまうくらいだから、果たしてボランティアの意義や五輪の理念をちゃんと理解してるのかを疑わし、事態を考える人の気持ちもわかるということですけども、もう記事は続くんですけどもね。あの、こういう人がトップにいる会長でいるオリンピックはもうすでにオリンピックじゃないですね。もうなんと言いますかねうん、社会破壊活動ですよ、こんなのは。石器時代の人ですかって話ですよね。だからこういう森会長のことが、 ここまでね、めたくそに人権を蹂躙されて好きなんだったら、まあもう参加すりゃいいんじゃないですか。アスリートの皆さんも。ただ私はね、こういうオリンピックに参加する人も軽蔑しますね。こういう森会長のもとに集まる人、ほんとしょうもない人ばっかりの集まりだと思いますよ。こんなん全員でボイコットしたらいいんじゃないですか。オリンピックとか言って。オリンピックじゃないとオリンピックって名前を使うなって話ですよ、こんなの。いや、ひどい話だと思いますよ。だから、森会長を辞めさせるか、まあ、森会長以外が辞めるかじゃないですか。 うん。ということで今日は私の怒りがね、また爆発してしまったかもしれません。まあ私オリンピック関わらないし見ないんで、関係ないと言えば関係ないんですけども <laughs>、何なんでしょうね、この怒りはね、うん。でもやっぱり同じね、お前も同じ日本人だろうと。あの、森会長のいる同じ人種なんだろうって思われたら、ちょっとね、嫌ですよね。誇り高い老人を私はね、自分の師匠に置きたいですね。それでは、皆さん失礼します。